渡したいものって一体なんだ、オブライアン。俺が本当に知りたいことなんか。何もわからないくせによ。毛が抜け始めて変わり果てて、みんな殺すしかなかった。どうしようもできなかったの。本当に言ってるか。門を開けてあげる。ラジオフリーオレオ。真実は人を解き放つ。対テロ戦争。地球温暖化。今となってはもうどうでもいいことだが、全てクソ政府の陰謀だったんだ。よく聞け。対テロ戦争は政府による目くらましだったんだ。大量破壊兵器を探すという名目だった。そんなものは存在しなかった。地球は機関論者から金を巻き上げる連中の言いなりだった科学者どもがついた嘘だ。市民に不安を植え付ける方便。やれ北極の氷だ。やれ遺伝子組み換え食品だって議論に熱を上げてや。何が起きてることに気づかねえか。騙される。見定めるべき奴らが察しつくのじゃない。ラジオフリーオンのマーケープランド。そう信じる。要するに人を見たらとりあえず嘘つきだと思えってことか。ったく。でもまあそいつは正しいかもな。今更ではあるが悪くない。しかたもう今は車に気をつける必要ねえな。よしよし。リーコン、仕事があるんだけど。リッキー、よ、ああ、わかった。後でやる。じゃあな。危ない。また注入器があった。よし。痛い。
もう聞いてきた気がする。使えそうだ。こいつはボイスレコーダーだな。昨日の汚染スクリーニングは悪夢だったぜ。使えるな。何があった？俺の防護服に破損があるとかって除染に2時間もかかった。まあ綺麗にはなったな。ぼっとしたよ。原因は？さあな、計測器の不具合か何か。マジか。計測器の不具合で処分されたりして。おい、やめろよ。んなこと言うな。すまん。計測器の不具合、まさか本当にそんなことのためにお偉方に処分されたってのか。感染だと勘違いされてひでえな。よしっと、これなら直せる。燃えろ。リロードしねえと。これでよし。上がってきやがれ。ラジオフリーオレゴン、真実は人を解き放つ。こうなる前、俺たちはただのボンクラだった。ありとあらゆる快楽に身を委ね、でっぷり太った牛みたいに満ち足りてた。これは知らなかった。テレビ酒ドラッグ、どれもよく聞いた。だが今は痛みを感じるように。それで痛まないはずはない。俺たちは目を開き見張ってる。お前にも真実が見えるだろう。何者も見逃しはしない。主催者は俺たちだ。どうだ。政府の奴らなんか目じゃねえ。息を深く吸って止めてみる。お前は自由の民。誰もその自由を奪うことはできない。ラジオフリーオレゴンのマーク・コープランドだ。嘘を信じるな。痛みなら俺も感じてる。みんなそうだろう。ああ、ジェシー・カルロス・ウィリアムソンはもう違うか。
か。面白いな。どうか、クソ、俺を待ってるって。
んでこんなところにあるんだ。なんとかなりそうだ。これでよし。こいつはボイスレコーダーだな。フィールドノート1960、ケタミン 1000mg を成人女性の被験体に投与した。この個体は、え、今聞こえたのって何？あれが出した音？ああ、その理解で間違いない。よし、あれというのはホモサピエンス変異体、女性、サンプル番号は F37。 最初の質問に対する答えはまだ分かっていない。あんな音初めて。一歩下がってくれ、頼む。どうも。被験体の側頭化学骨関節がさらに 100mm 拡張しているようだ。うわ、あの顎を見て、伸びきって変形してる。そう、まさにそれをやってるんだよ。顎を観察している。さて、後頭の肥大は依然として続いており、正中甲状腔膜および側腔膜まで膨らんでいる。変異組織は、ちょっと動いてる。さあ、おい、押さえてみて。ちょ、なんで？ケタミン追加だ。さあ、押さえつけろ。なんてことをしたんだ。群れを呼ぼうとしたんだ。この被験体は3ヶ月間も追跡調査してきたんだぞ、このバカが。こうするしかなかった。そこをどけ。哀れなもんだな、被験体 F37。 少なくても奴らからは解放された。Oh, God!
渡したいものって一体なんだ、オブライガン。それが本当に知りたいことなんだ。誰かもわからないくせによ。どうだ？なんだこりゃ。一応見てみるか。オッケー、いけるぞ。
ダメだ、切れねえ。分かってた、こうなってね。ダメダメ、あいつ本当に切れねえな。なんでだ、こんなに寄ってくるの。でも初めてだな、ね、どうだろう。うわ、また来ちゃったよ。ちょっと来すぎだよな。変な動きしてる、変な動きしてる。くどい、くどさ、あれ早いね。2発で死んだ。助けるわ。お願い助けて。弾が少ない。お願い。待ってろ。このままじゃ死ぬぞ。もう助けたでしょ。嘘、嘘。どこ、どこ行くから。行き先を教えてくれれば行くから。いいか、ロストレイクでリッキーと話せ。キャンプに入れてくれる。ああ神様、ありがとう。もうダメかと、本当に死ぬかと思った。生き残れてよかった。ありがとう。ディーコンセントジョンに会ったと言え。これでわかる。立ち止まるな、気をつけろよ。下か。え、下
一体なんだ。信頼できる人員を手配できた。不満を抱えてる人間をね。じゃあなぜ呼んだ。これを渡したくて。奥さんのこと待ってた。どこでこれを。シルバーレイクから避難したのはネロ職員と連邦職員、そしてサラ・アイリン・リテカーもレベル4の権限を有してたんだ。権限があった。奥さんは偵察部隊で避難した。オートロックの東に連れてけ。できない。できない。ヘリもあるし、何が問題だ。基地はもうないんだ。何？1年前に民兵にやられた。民兵だと？そいつらのキャンプは？わからない。そんなわけないだろう。お前らにはヘリや衛星があるじゃない。クレーターレイク周辺だけど、飛行禁止区域なんだよ。彼らはロケットランチャーまで所有してる。クレーターレイク？そうだ。それと、僕たちのフリーカーの研究で分かったことがあるんだ。フリーカーは進化してる。今も最悪な状況だけど、事態は悪化するよ、確実に。ブーザー、おい、聞こえるか。どうした。なあ、いいか。ああ、1年前南へ行こうと思ってマイクに話したら、サンティアムさん以外にも通れる道を知ってるって言ってたよな。リーク、俺らはマイクに怒らせちまったんだ。いいから、あの時なんて言ってた。マイクか。確かあの一帯の道は全部知ってるだろうって自慢してたな。回り道があるとか、セルセンサー、セルなんとかって。ああ、それだ。セルセンさんだ。ああ、なんだいきなり。ネロ、くっそ、まさかあいつとサラが生きてるのか。リーク、実はオブライアンがサラの ID バッジを見つけたんだ。だから俺はサラが生きてると思う。ディーク、希望ができたんだな。よかったじゃねえか。で、どうする。わからない、ブーザー。まだわからないが、サラが生きてる可能性があるんなら、ああ、絶対見つける。そうだな。くっそ、そろそろ行かねえと。リッキーとアディが手伝えってな。棚を組み立てるとかってキャンプで待ってるからな。それじゃあ。ああ、そうか、またな。リッキー、今はちょっと用事ができたんだ。戻ってくるの？そりゃ一体どういう質問だ。ブーザーから聞いた。余計なことしやがって。そういうことだ。
サンティアムさんは超えられないんだよ。いいか、俺はちゃんと戻る。とにかく少し時間をくれ。じゃあな。よし、いいぞ。それについては俺もムカついてる。存分にやれ。ここに眠ってるわけでもないのに、石に話しかけて何やってんだか。でもなんだか癖になっちまってな。そのここに来て時々お前に話しかけないと、なんていうかどうにかなりそうだったんだ。本当だからありがとな。よし、野党だ。見られたら殺される。
絶対何か。ガソリンよ、ガソリン。ガソリンがないですよ。どこだっけね。絶対あるんだよ。使えるかも。ごめんディーコン、誰だか分からなくて。動物愛護協会で働いてたの。シスターズの外れに小さなオフィスというものがある。あ、100匹ぐらいいる。それじゃじいさんに連絡するか。ストーリーを進むと北部地域に入れなくなる。マジ？マジか。え、でもちゃんと教えてくれるのありがたいな。
え、ジョブだけやっとくか。ジョブじゃねえ、これだけやっとくか。これだけやろう。あるやつだ。門を開けろ。ディーゴン、よく来たな。ディーゴン、よ。どうした？ほっとけ。ディーゴン、とても信じられねえが。何言ってんだ。この数年、信じられないようなもんしか見てねえが。アナーキストを覚えてるか。一年前、この辺りで虐殺を繰り返してた連中だ。行く先々に妙な罪石を残してた。アナーキスト。ああ、覚えてる。昔、何度かやり合ったな。奴らが戻ってきた。狩りに出てた連中が奴らのキャンプを見つけたんだが、一人しか助からなかった。話によるとアナーキストだ。全員顔にシンボルがあったらしい。くそ、どこでキャンプを見たんだ？場所を地図に記しとく。見つけたら一人残らず殺せ。行かれた連中はリッパーだけで十分だ。アナーキストまで相手しきれないからな。そうだな、片付ける。巻き割りなんてやってらんねえよ。また来てくれた。嬉しいね。ジェージ、元気か？どうしたんだ？それで全部だ。満タンにしとくか。外で補給するの大変だもんな。そうか。こんなの一体どう？遠いな。どうやって直せってんだ？装備変えようかな。また来てくれ。よく来たな。デイモン、銃の取引は順調か？いや、こっちでいいな。あ、でも弾がねえんだよな。ああ、クレジットがないのか。いらっしゃい。なんか用なのか？いや。他には？お面が高い。さすがだ。いつでも来いよ。いつでも来いよ。
やばい。してた仲間がまた襲われてな。奴らは許さねえ。ゴキブリみたいに残らず潰してくれ。もう昔みたいに好き勝手やらせないってことを思い知らせてやるんだ。じゃあな。邪魔だ。何も見えねえ。とにかく探せ。相手が悪かったな。おれ、めちゃくちゃにしてやる。アナーキストめ。くそ。ずいぶんと久しぶりじゃないか。アナーキストども、ここで一体何やってんだ。木の裏にいる。アナーキストが思い知ったか。バレた。あ、てかサプレッサーついてねえんだ。そらバレるわ。聞かせちゃった。奴は一体どこだ。お前らは一体何がしてんだ。あ、縄張りに乗り込んでタダで済むと思ったか。何か変だぞ。何かがおかしいぞ。やっと終わった。やつは絶対この場にいるぞ。いねえじゃねえか。どこに隠れてんだ。なんか見える。誰がいるのか。木の裏にいるはず。どうしようか。何か変でいたな。なあお前、アナーキストが思い知ったか。武器を置いて出てこいよ。顔を見せろ。バレてねえな。お前らは一体何がしてんだ。俺たちの縄張り、俺めちゃくちゃにしてやる。相手が悪かったな。なんか来たな。お前らは一
体何がしてんだ？あ？ブランド終わったぞ。他にいたとしてもこれに懲りて俺たちには手を出さなくなるだろうよ。そうだな。それと今俺たちって言ったな。お前がそうしたきゃ仲間になってやってもいいぞ。じゃあな。なんかいる。へいへい、言ってろよ。くらった。そう、こんなもんでいいか。補給するか。よし、ガソリンだ。いいだろう。始末してやるからな。
ていうかワープでいいや。おお、びっくりした。マジかよ。よかった。どうしたタッカー。リッパーだよ。またリッパーどもが来た。リッパーだと。クソ、どこだ。アイアンビュート方面から来るんだ。このすぐ南にあるベアクリークにキャンプを張ってる。あいつらを止めなかったらホットスプリングスはどうなっちまうんだか。ああ大丈夫だ、安心しろタッカー、なんとかする。よし、と。おい、タッカー。今、リッパーのキャンプにいる。大した数じゃなさそうだ。偵察隊か何かみたいだな。導きが欲しいなら地獄へ導いてやるぞ。玉が
中だ。誰かいる。何人いるんだ？釣りやりすぎだろ。動きが鈍いぞ。造園か。今ので最後か。あれは誰だ。迷いすぎる。やつらを動きやがなんて。あそこにいるのは誰だ。何か。サヨがいただろう。何かがおかしい。何か見えたと。誰かがいる。見つかるのが好きなんだろ。が解放された。あれを捨てねえクソ野郎。これで全部か。リッパーどもまとめて地獄に落ちな。よし、戻るとするか。ああそうだ、タッカーに報告しに行かないと。タッカー、終わったぞ。全員やったかい？ああ、全員始末したぞ。そのために雇ったんだろう。じゃあな。バイクで困りごとか？何の用だ？あれ？終わり？もう終わってんだ。わかりづらいな。さっきのセリフは紛らわしいよ。こう。
えるかい？ああ、タッカーか。聞こえるぞ。また仕事があるのか？後で寄るよ。じゃあな。また？このタイミングで？進めねえよ。あ、ガソリン切れる。まずい。買い物か？調子はどうだ？よし、満タンだな。またな、ディーコン。もう開けろ、リーコンだ。ここ何日か忙しかったんだよ、マジで。他のやつらよりよく聞いてるじゃん。どうぞ。リーコン、ああ、仕事をやってくれるかい？頼れるのはお前だけだ。ああ、なんだ。この間発掘現場で話した時、食料がなくなったろ？ああ、ウィーラーが見張りだった。あいつは見張りどころか食料を盗んだ張本人だ。何人か連れてバッチュンズレイクの北にあるキャンプへ逃げたんだよ。そこなら知ってる。見つけ出して殺しとくれ。証拠に奴の懐中時計を持ってくるんだ。ウィーラーだな。分かった。困りごとが。おお、ちょっと待ってくれ。あれ、ガソリンめっちゃ減ってるやん。ここにあるかな。
銃時計あった。あったーい。ベーコンだ。バイクで困りごとか？タカ、終わったぞ。デーコン、よくやった。ウィーラーも後悔してるだろうね。まあ、あの世で後悔してるかもしれないな。クレジットを更新したよ。いつか絶対お前とブーザーを説得してうちのキャンプに引き込んでやるからね。ああ、せいぜい頑張れ。誰か来た。ビーコンだわ。前にセルセンさんを超える道を知ってるって言ってた。そんなこと言った覚えはない。行け、力にはなれんぞ。地図を書くくらいいいだろう。あれだけやってよく言うな。ちょっと待てよ、人のこと言えんのか。あんただってシャーマンズキャンプで。さっさとここから出て行け。聞いてくれ、もしもだ、全てやり直せるとしたらどうする。俺はサラをヘリに乗せた時ホッとしたんだ。どうかしてるだろう、安心しちまったんだ。
そのことをずっと後悔してる。それで亡霊を追いかけてるのか。彼女が生きていて会うことができれば、その後悔が消えると、それが望みか。わかんないが、やるしかない。いいだろう。だがよく聞け。山を越える道を教えてやったら、二度と戻るなよ。いいな、約束しろ。戻ってくるな。分かった。くそ、次はブーザーだな。久しぶりじゃない。ブレア、調子どうだ。うん、分かったわ。オッケー、オッケー、さすがね。いいじゃない。分かった、オッケー。リーコ、外では気をつけてね。ブーザー、俺は、はあ、去年の冬、フェアウェルリッジに行った時、フリーカーがいた。何千通数がうじゃうじゃいてよ。ああ、覚えてる。あの時思ったんだ。俺たち人間はバケモンに家を奪われちまったんだって。帰る場所なんてどこにもね。そう、世界は奴らんだ。だが生きてる。だが生き残るのと生きるのは別物だ。ジャックがよく言ってたな。いつどこへ走り出そうと構わないが、帰る場所だけは忘れるなって。そういや話したことなかったな。こんな世界になっても俺たちはなぜクラブの掟に従ってるんだろうな。何の意味もねえのに。ああ、そりゃ俺たちが根っからのモンゴルズだからな。壊れた世界をバイクで駆ける最強のドリフターってか。ああ、そうだ。なんだかブランドの宣伝みてえだ。いろいろ言われてきたがブランドじゃねえだろ。フェアウェルを離れた時、サラやジャック、仲間がみんないなくなって、俺たちは全て失ったと思った。大事なものは残っちゃいない。これ以外もな。またノマドになるのか。あ、そうなるな。ほら、ジャック、中に入るぞ。サラが生きてたら、きっと見つかる。リーコ、
ああ、マイク、いいぞ。ゲートで会おう。絶対遅れるなよ。ああ、へいへい、分かったよ。あれ、犬どこ？いなくね？よう。ねえ、山を越えるんだって？ああ。生きてると思ってんの？何十億も死んだのに彼女だけ助かったって。俺たちも生きてるだろう。まだ諦めるわけにはいかない。ここで行かなきゃ。俺に残ってるものはもう。私たちは？ねえ、アイアンマイクとかブーザーは？キャンプ暮らしがそんなに嫌？行きなよ。彼女を見つけてやんな。あっちで待ってる。一つ言いたいんだけどさ、あんたはきっとここにいるのが怖いんだと思う。何かと関わりを持って人から必要とされることが怖くてたまらないんでしょ。出発しよう。ほら、こっちだ。ああ、ついていく。苦しいな。あいつのクラブはしっかりしてた。まあお前たちは問題ばかり起こしたが、無意味な殺し合いはしなかったからな。売られた喧嘩は買ってたかな。まるでロスからフェアウェルに直行してくるカラフルなアリの軍隊だった。まったく。
にここらを旅行しなくて正解だったな。ここまでだ。この道を進め、山を下っていけばダイヤモンドレイクバレーに着く。幸運を祈る。本当に生きて見つかるといいな。生きてるさ。そうかもな。だがな、ディーコン、あまり期待しすぎない方がいいぞ。Never know what tomorrow may bring. One life next to you could be a memory. I've idolized, I've memorized your face, just in case the need lasts me eternity. It's a shame.Life's for the live, I won't be given up. Cause you taught me how to, you taught me how to love. Take all I cherish, lead me to my party's known. Life's for the live, I won't be given up.
生きてるなら必ず見つける。パターン入った。入ったんじゃね？おお、これ発見だな。初めてがいなかったらどうなってたか。分かった、落ち着けて。もう死んだ、大丈夫だ。救世主だ。グレン・ラッセルだ。こっちはマニンズ二等兵。いや、ディーゴン・セント・ジョンだ。二等兵って言ったか。ああ、俺たちは弟子撃つ軍民兵だ。あんたもしかして山を越えてきたのか。いや、俺はただの流れ者だ。シルバーレイクの東のソルトフラッツから来た。ここまで何しに来たんだよ。97号線を越えたの。おいおいおい、何やってんだ。え、命の恩人なんだぞ。大佐に言われてるだろ、領土に入ってくるやつは警戒しろって。とにかく今その話はいいだろ、後で大尉に任せればいい。分かった。レイジャーを殺してくれたんだぞ。来てくれ、ダイヤモンドレイクにキャンプがある。飯を出すよ、せめてもの礼だ。ああ、いいなそれ。フローレスはどうするんだ。じゃあここで待ってろ。
燃料を持ってくる。ダメだ。いいから待ってるんだ。あいつの弾もあるだろう。大丈夫だ。いいな。行こう。案内頼む。俺から離れるなよ。最近この辺りで野党が問題を起こしてる。見つかったら面倒だぞ。ああ、分かった。それでデシウス軍の民兵って？俺は食ってくために従ってる。何を言われても敬礼して了解と返すだけだ。規模はどのくらいだ？このキャンプか100人強ってとこかな。正確には分からないが本部の方はもっと多い。そうか。で、女は？それが目的か？諦めるんだな。大佐が禁止している。その異性交友？そう、それ。仕事をこなして命令に従えば何も言われない。男も女もない。それが大佐だ。違う。その1年ほど前に一緒だった奴らを探してて、その中の一人が女なんだ。シルバーレイクからこっちの方に来てネロの難民キャンプにいた可能性があるようなんだ。なんだって？おいおい、シルバーレイクはとっくに壊滅した。いや、まあ外にいると時間の感覚もおかしくなるだろう。とにかく心当たりはないか？お前たちのところに難民キャンプの生き残りとか来てたりはしないか？さあな、大規模な軍だと言っただろう。タイに聞け。ソルトフラッツの向こうから来たらしい。知ってるかも。タイ？クーリタイ、ダイヤモンドレイク基地の指揮官。よし、もう着くぞ。ここだ。ラッセル校長だ。開けてくれ。報告しろ。タイ、奴を見つけました。バイクもまだ残ってて。逃がしたな。違います。いや、逃がしはしたんですが、レイジャーに出くわしたせいで。マリンズとフローレスは？フローレスは死にました。マリンズは現場に。分かった、伍長。燃料を、遺体を処理するんだ。はい、分かりました。あの、この男に命を救われました。その礼に食事を出す約束をしたんですが。伍長、分かったから行け。名前は？ディーコン・セント・ジョンだ。デリック・クーリだ。どうした？ああ、いや、指輪つけてる。疲れてるんだ。ずっと旅をしててな。新兵を探してるって聞いたが。興味あるのか？ああ、そろそろどこかに落ち着きたいと思ってたんだ。来い。で、ドリフターレか。どうだったか。外だと時間の感覚がなくなる。じゃあ弾薬はどこだ？装備は？馴染みのキャンプがいくつかあって、そこで賞金稼ぎをしてな。フリーか？人間？両方腕を買われたんだ。敵を追い詰めるのが得意でな。どのキャンプだ？場所は？フェアエルバレーの向こうだ。と言っても全滅して今はもうない。そのシルバーレイクが全滅した時いたんだってな。あれは地獄だったな。その時生存者は？わずか。行け行け行け、グズグズするなよ。それで ほら、これを。民兵のクレジットだ。謝礼として渡す。キャンプの売店で使え。わかった。
入隊したいなら待ってろ。これから任務に出る。一体何の任務だ？追跡が得意なんだろ。まあまあだ。俺たちは戦争中だ。お前に戦う覚悟はあるか？試してるつもりか？新兵を任命できるのは大佐だけだ。お前が役に立てば合わせてやろう。わかった。よし。そんなクソ野郎が持ってるのは俺の指輪だ。サラから奪ったんだ。自分から渡すはずがないから奪われたに違いない。サラはここにいる。微妙にマジック・ジョンソンに似てんな。こいつ民兵じゃなさそうだ。カメラがおかしいぞ。うん。おい、お前民兵には見えないな。まあな、ウェイド・テイラーだ。ウェイドでいいぜ。ディーコン・セント・ジョンだ。ところで、マジで？ディーコン・セイント・ジョン？親父は牧師か何かか？違う。すげえ名前だな、そりゃ。それより言ってるだろ。なあ、見たかよ。ここすげえヤバくねえか。で、あんたも兵隊ごっこして、銃ぶっ放してる。こいつ面白いな。それより、お前も外から来たばかりなんだろう。ああ、昨日な。そうか、大佐とやらに会うまでずっと待たされてんだ。仲間とはぐれちまってな。この辺りでこんな人を見なかったか。ああ、いや、でもイケてる姉ちゃんだ。くどきて。ああもう行かねえと。しがみかなんかの検査しろってさ。頑張れよディーコン・セイント・ジョン。すげえ名前だな。こいつダメだな。さらにビンタされたとしても忘れそうだ。どこだサラ。サラどこにいるんだ。どこかにいるはず。テントの中か。ここにいるのか。違うな、ここじゃない。子供の絵か。俺とサラに子供がいなくてよかった。こうやって失うのは。なぜ必死になってやらない。なぜ未だに障害物コースに残ってるんだ。もうゴールしていてもいい。ここはどうだ。診療所だ。そうだ、サラの経歴ならそこにいるかも。ああクソ、ここにもいないな。やります。きっとここだ。サラ、ここにいるのか。クソ、いない。ああクソ、ここにはいない。仕方ないが、そんなに簡単に見つかるわけがないよ。セント・ジョン、聞こえるか？無線機を持っているそうだな。ああ、聞こえてるぞ。ゲートで会おう。わかった。いや、その、見ない顔だな。ルーカスだ。ああ、さっき着いたとこでな。ディーコン・セント・ジョンだ。そうか。まあ、見ていってくれ。金さえ。ちゃんとあればどんなパーツでも揃うぞ。うん、それはいい。おお、いいのを選んだ。じゃあ元気？新入り？私はエヴァ・バーグストーム、バージーって呼んだね。ディーコン・セント・ジョン、まあ着いたばかりだ。よろしく、ディーコン・セント・ジョン。ここでは自分の仕事じゃあね。どうも。ルミだっけ？ああ、この辺りじゃあまり聞かない名前のようだが。日本の横浜から来た留学生なんです。こっちで演劇を勉強していました。ああ、カモノハシのマスコットの大学なんですけど、知ってます？ああ、そういうことね。はい、ご想像の通り
遠くから来ました。ペースを乱すな。うん、そうですか。また今度。出発するぞ。来るか。いつでも行ける。かなり手を入れてるな。ああ、まあな。開けろ。腕前は走れるか。ああ、まあ走れるぞ。民兵になりたいなら証明してみ。ついてくるのは先導じゃん。ここで何が起きたんだ。なんだか山火事の跡みたいだが、切り株も焼け焦げてるようだし。木が切り倒されたのは山火事の前ってことか。鋭いな。デッドゾーンだ。バリケードように木を伐採して森を焼いた。基地から敵が襲ってくる前に探知できるよ。何？じゃあニュートやスウォーマーの巣にならないよう建物も焼き払うのか。フリーカーに詳しいな。言ったろ、長いこと外に身を置いてきた。で、これが作戦だって。民兵は何もかもを焼き尽くすっていうのか。俺は戦争なんだ、センタジョン。勝つのに手段を選ばない。戦争？ああ、そうだ。わかる。お前も外で戦ってきた。奴らを止められるのは軍隊、俺たちだ。軍隊だけじゃ到底無理だぞ。策はある。入隊するまで機密だ。シルバーレイクのことを聞いていた。人探しだ。いや、違う。そういうわけじゃない。その昔つるんでた連中があの辺りにいたんじゃないかと思ってな。ああ、誰かを追ってるのかと思った。賞金組だ。いや、違う。まあ、結構遠くまで追ったこともあるが、賞金組のためにここまでは来ないさ。校長、隊員が来た。終わりました。墓標を作ってやれ。了解。よし、ダイヤモンドレイクに戻れ。テイラーを大佐に合わせろ。はい。俺は1800に戻る。はい。軍隊式の時間だ。いい加減に覚えろ。すみません。さっさと行け。了解。何かあったか。あいつはバスケスはいつから民兵に。数週間前からだ。見てみろよ。これは一体物資の調達中に襲撃されたりしたか。ああ、そうか。ここからは歩いていくぞ。なぜだ。バスケスの後を追うためだ。バイクじゃ追跡できない。ああ、さあどうする。雪が降ったから足跡は見つからないな。行こう、キャビンの中を見たい。よし、先に行け。確か盗まれたのは食料や弾薬。そうだ。蛍光食だ。半分食べた形跡がある。どうやら奴は油断していたところを襲われたようだな。バイクはまだ表にある。ってことは裏から出てったんだ。
待て、こっち。何かあった？フェンスが切られてる。錆びてないな。最近切られた。ええ、そうだな。こっちだ。おい、ちょっと待て。見ろ、こっちだ。あとか。ああ、運がいいな。こっちだ。おい、ちょっと待て。何か見つけたか。ああ、薬莢だな。最近のものだ。奴はここで何か撃ったらしい。来い、こっちだ。おい、待て。消えろ、あっち行け。何の話だっけ。気をつけろ。さて、こいつを調べてみよう。奴は蛍光色だけじゃ不十分だったらしい。鹿を一発で撃ち抜いてる。銃声を聞いた狼が横取りしようとしたのか。ああ、群れの残りは東の方から襲ってきたみたいだな。一頭を除いて残りはバスケスを追ったのか。おそらくな。よし、確かめるぞ。この辺りに狼が多いのか。感染してないやつってことな。ほぼ毎日目撃されてる。俺がガキの頃にはオレゴンに狼はいなかった。コヨーテなら少しいたが、狼はな、牧場や農場、製材会社が増えて絶滅寸前だった。今じゃそこら中にいるがな。ちょっと待て。どうした。バックパックだ。民兵のだ。狼に襲われたようだ。これを捨てて逃げようとしたのか。違うな、投げつけたんだ。尻餅をついて慌てて逃げようとしながら狼を撃って逃げた。2発だな。分かるのか。ああ、知らなかったから。バスケスはここに来ちまったわけか。回っていこう。ああ、すぐ行く。ったくもう、あいつらから逃げんのはいい加減うんざりする。ルルトの戦闘は前にある。
止まらなきゃいい。民兵になるのなら任務を忘れるな。フリーカーとは戦わない。外にいたらフリーカーを殺すことは避けて通れないだろう。仕方ない。墓地から少し離れるか。寒いと奴らも数が増えるはずだしな。数キロ先でも死体の匂いを嗅ぎ取る。俺たちが森を焼くのはこういう墓地を見つけて死体を燃やし尽くすためでもある。そうか。まあそれはご苦労だな。この地域にある墓地だけでも相当な数だぞ。コツコツやるしかない。よし、次はこのまま東だ。おい、道が見えるぞ。ちょっと待て。どう思う？他にも誰か追ってるか？いや、特に。うん。じゃあバスケスは死んでるか、仲間がいるかだ。見ろ、足跡がバイクで消されてるだろう。かなりの数だ。うん、そうか、わかった。追ってみよう。寒いとフリーカーが増えるって？ああ、そうだ。寒さ、雪、雨、曇りでもな。お前はフリーカーに詳しいな。司令部の者も話を聞きたがるだろう。誰だ？入隊が決まったら大佐に聞け。ええ、なんか前にも聞いたな。大佐は厳しくてな、あまり期待させたくない。おい、待て。聞いたか？ああ、伐採作業場の方からだ。地図にあるか？ああ。それならバスケスも知ってるはずだ。行くぞ。バスケスがいたらどう動くんだ？やつは一人じゃない。足跡を見ればわかる。脱走兵への罰は何だ？公使兵だ、例外なく。なぜ？つまりバスケスは見つかれば必ず抵抗する。奴はいるか？ああ、あそこだ。どうやら新入りには気をつけた方が良さそうだな。あれはどう見ても仲間だ。ここで待とう。応援を呼ぶ。私に触るんじゃない！生きのいい奴だな、おめえら。そうはいかねえよ。クソ、あいつ。なんだ？ああ、丸腰の女を襲うクズが嫌いなもんでな。これは命令だ。命令？俺は腕章をしてないってことは部下じゃないし、命令も受けない。後ろにいてくれ。何かあれば援護を頼む。いや、攻めすぎでしょうよ。何してんの？言うの？敵だ、正面。バレてんじゃねえかよ。
待ってほしい。今は止まるでしょ。最後か。そのようだ。よく言った。あんたの部下を探すぞ。バスケスは部下ではない。もう違う。よし。Huh.
じゃあ待ってろ。残党がいないか見張っててくれ。行けそうか。一瞬で片付ける。おい待て、落ち着け。俺はただ助けに来ただけだ。あんたの助けなんかいらない。分かった、俺はこっちに行くから。近づくんじゃないよ。落ち着け、奴らの仲間じゃない。あんたが誰かなんてどうでもいい。分かった、落ち着け。正面から出たらいいのか。出れねえ。え、どうやって入ってきたんだこいつ。バイクを持ってきました。歩きはきついと思って。よくやった。それで俺は合格か。合格？ずっと俺を見てたろ。この任務は入隊試験かと思ってな。いや、試験ではないが、見ての通り最近はろくな人材がいない。ああ、だから合格だ。じゃあ大佐に会うか。ああそうだった、案内してくれ。それでセント・ジョン、昔はどこに所属してた。軍用の蛍光色を知ってた。敵の偵察方法だ。それに敵地への潜入も慣れてた。それでどこにいた。海軍か陸軍か。あんま知られたくないんだが、従軍経験があるってだけでいろんな奴から狙われる対象になっちまうからな。俺は陸軍だった。第10山岳師団、アフガニスタン中を回ったよ。それでそっちは。軍隊経験のある人間はすぐにわかる。部下の民兵は素人だが、あんたは違う。やはり鋭い。戦略空軍にいた10年。オレゴンにミサイル基地はないだろう。ここには休暇できている。運が良くて衛星通信が死ぬ前は各所から情報を得られる。こっちもひどく、ミシシッピ川より東は2日で壊滅した。待て、見せたいものがある。ここを知ってるか。ああ、近くのフェアウェルって町の出身でな。別れって意味なんだが。おお、世界の終わりにふさわしい名前だな。ああ、本当だ。じゃあ来たことはあるか。ああ、あるな。ああ、何年か前に彼女と、いや、嫁とハネムーンで来たんだ。嫁の写真はあるか。ケイリーという。結婚12年目だった。まあ昔の話だ。
これって立ち入り禁止ってことじゃないかな。ああ、俺らは気にしなくていい。字が読めないから悪だからだ。あなただけでしょ。どうぞ。私にも犯罪の片棒を担がせるなんて確かに悪だわ。言ったろ。まったく、いっつも巻き込んで。怒ってごめんね。さっきのサラの顔見せてやりたかった。傑作だった。ああ、携帯を持ち歩くたちだったら写真を撮ってた。じゃあ今日だけは持ってなくてよかった。おいおい、またその話かよ。何よ、自分が言い出したんでしょ。もういい。それでどこ行くの。道に沿って歩けばいい、そう遠くない。お母さんが見たらなんて言うんだろう。こんな夜中に散歩なんて、しかも不良バイカーと。風邪ひくからセーター着なさいとか。だったらいいのに。というか俺たちのことは内緒にしないといけないんだろ。ビーコン、それは昔の話でしょ。悪かったわ。別に責めちゃいないさ。俺だって親父には言ってないしな。もう亡くなってるからでしょ。まあそうだけどな。それはいいとして、クラブの人たちには言ったの？シアトル出身の素敵な女性と付き合ってるって。ねぐらにしてるストリップクラブの子じゃなくてね。おい、ちょっと待てよ。ストリップクラブには住んでるわけじゃないぞ。確かに永久メンバーズカードは持ってるが、ねぐらにはしてない。それに、クラブの奴らにはもう言ってあるぞ。え、本当に？まあな。そんなに驚くことか？サラの博士号がセクシーだってよ。絶対嘘ね。いつもならもうとっくに寝てる時間よ。ああ、知ってる。もう明日も早く起きなきゃいけないのに。そうか。あ、仕事はどうなんだ。いつもその話はしたがらないし。大したことじゃない。ただプロジェクトの視察でニューヨークから上層部の人たちが来てて、施設のトップは何も説明せずに新しい設備を導入するし。ふん、つついたら出てくるもんだな。ごめんね。本当に大丈夫だから。でも連れ出してくれてありがとうね。ああ、もちろんだ。ちょっと待って、タイマ畑。まさか見せたかったのってこれ？なんだって？だってこれはタイマで、あれは灌漑システムでしょ？だったらタイマ畑じゃない。ええ、本当だ。すごいな、タイマ畑だ。真夜中にこんなところに連れ出して、クラブの違法なタイマ畑に連れてきたってわけ？あ、そうだ、さすがだな。栽培についてアドバイスもらおうと思ったよ。サラは博士号を持った植物エキスパートだろ。もうディーコン。もう本当に見せたいのはこれじゃないでしょ。当たり前だろ、この道の先だ、もう着く。なんで毎回引っかかっちゃうんだろうな、私はね。すごい。ねえ、あの月見てよ。あ、すごく綺麗ね。あともう少しで着くぞ。ねえ、想像したことある？世界中で全ての明かりが同時に消えて、みんなが世界のありのままを見られたら。ありのままって薄気味悪い暗闇のことか？違う、月の光とか蛍とかよ。また引っかかっちゃった。
いつもからかってばかりなんだから。いや、俺はいつでも真剣だぞ。嘘ばっかり。本当だ。ほら、それも嘘よ。前に私が一緒に住もうって言った時も冗談言ってはぐらかしたわよね。いや、冗談は言ってないぞ。聞こえないふりをしただけだ。全然違う。あの時の顔、見物だったわ。携帯で撮ったんだけど、どう？見る？勘弁してくれ。科学者だろ。論理的に話さないか？いいわ。私は同棲をしようって提案をしてみただけよ。一緒に過ごす時間が増えて次の段階に進めるって思ったから論理的でしょ。俺だってサラの家に歯ブラシを置いてる。ああ、そうだった。ずいぶん勇気を出したもんね。おい、あの歯ブラシ結構高かったんだぞ。ほら、またふざけて。将来のことを話そうとするといつもはぐらかす。わかったよ。確かに話さないとな。今度ちゃんとしよう。でも今はちょっと忘れてくれ。見せたいものがある。いいか、ほら、これを店に連れてきたんだ。はあ、わあ、すごく綺麗。来てよかったろ。うん、本当に。なあ、聞きたいことがあるんだ。何？ディーコン。俺と。あなたと。その俺と。いいってことか。条件は二つ。なんだ。まず結婚式でバイクと同じくらい嫁を大切にするとか言わないこと。バイクが泣いちまうな。もう。で、二つ目はずっと私と一緒にいること。ああ。ねえ、バイカーリングでプロポーズしたの？ああ、そうだな。でもしっかり受け取ったろ。かわいい。ちっちゃい牙で一生懸命チェーンに噛みついちゃって。ねえ、真の愛って意味なんだよ。犬のドクロだろ。そうそう。ねえ、この文字は何？なんだ、ラテン語は得意だろ。教えてよ。それはモリアル・インビクタス。意味は死ぬまで屈しない。へえ、いいわね。本物の指輪も買ってくれるんだよね。あ、これも素敵だけど。もちろん。ただそれは俺のだからな。そう、渡すわけにはいかない。もっとシンプルなのがいいな。牙のないやつ。そうだな、わかった。ああ、もうごめん。気にすんな。仕事よ、出ないと。ああ。もしもし。ああ、大丈夫、すぐ行くわ。ええ、じゃあ。問題か？わからない、来てって言われて。行かなきゃ。今から行くのか？こんな時間なのに。本当にごめんなさい。今度埋め合わせするから。わかった。行こう。嫁の名前はベスだ。写真は持ってない。行くぞ。そうだよね、指輪なんでしてんのかわかんないもんね。散々スキッドとかに騙されてるからな。
当たり前かもな。あ、何がだ。妻の写真を持ってないこと。なぜそう思うんだ。前はみんなスマートフォンで写真を撮ってた。スマートフォンが消えて写真も消えたわけだ。ああ、まあそういうことだな。妻の父は写真家だった。暗室を使う昔ながらのな。デジタルカメラを受け入れなかった。そのおかげで俺は写真を持ってる。俺も嫌いだった。携帯電話ってやつはな、みんな画面に釘付けになりながら歩き回ってたろ。俺は持たなかった。連絡はどうしてたんだ。整備士の仕事をして自分の店を持ってたからな。店の固定電話を使ってた。随分と気合が入ってるな。大佐にとって士気を高めることが何より重要だ。ほら、さっさと動けよ。これ以上早く行けないよ。早くしろ。士気を高めるね。兵役につけない者のために作業キャンプがある。あれは激励のつもりだ。そうか。来い、こっちだ。了解。あそこに並べ。幸運を祈る。ね、あいつ合格してねえか。あんたも捕まったの。よう、あんた。また会ったな。船員長、牧師の息子だろ。顔が面白いんだよ。牧師の息子じゃないっつってんだろ。冗談だってろ。見つかったのか。あ。ほら、はぐれた女を探してたろ。いや。よし、アクセサリーや時計、そういったもん全部袋に入れろ。はい、はい、わかったよ。私は嫌だね。新入りは私物を持てない。どうせ盗まれるだけだ。ほら、出せよ。はい、はい、盗まれるだけ。たく、ふざけてる。気をつけ。楽にしろ。お前たちは客ではない。ここにいるのは崇高なる使命を成し遂げる覚悟があるか見定めるためだ。私に返事をするときは名前を名乗れ。名字からだ、いいな。私は連れてこられただけ。名乗れ。アドキンス・クリスタルです。何人殺した。昔も含めて。質問に答えろ。岡田真澄。ここにいる者は皆手を汚してきた。生きるため仕方なく。神はそれを理解している。そして許してください。だがこの女の中には悪魔が救っている。囚人のタトゥーか。救いようのない人生を送ってきたのだろうな。みんないいか。この女のような悪党がいるから大いなる神は怒り、我々に天罰を下した。作業キャンプへ。ちょ、何すんだ。早く連れてけ。話せよ。行くぞ。誰の田舎者が全員死ね。ふざけんなよ。お前は。あ、テイラー、ウェイド。
俺はその刑務所に入ったり人も殺したことないです。ずっと外にいたんだろう。はい、その銃は使えるから親父が狩りに連れてってくれて、クラマスフォールズの近くで。お前はどうだ、銃は使えるか。セントジョン、ディーコン、銃は使えます。ドリフターか、右腕を見せろ。第13学士団、イラクか。アフガニスタン。名誉ある兵士だったか。嘘はつくな。名誉を持って一度従軍しました。思い出すたびにヘドが出る。何時嘘を吐くなかれ。いいだろう。右手を上げろ。ディーコン・セントジョン、お前はこの合衆国の新憲法を支持し、我々にあだなす全ての敵から守り、またその証人となり、一切の異議を唱えず全ての命令に従うことを誓うか。後ろのやつ弾上げる必要ないよね。好きだな俺。以上だ、ついてこい。どうだ、クーリ隊が志願兵を連れてくるとは珍しい。相当な腕を持っているのだろうな。まあ外を生き抜いてきたので。フリーカーに対処できるか。はい、奴らのことならお任せください。それはいい。ここだ、医者を連れてくるから見てもらえ。脈拍は正常です。ひどい火傷だな、どうしたんだ。ああ、ストーブに当てちまってな。ストーブね。手当てしたのは俺だ。悪くない、いい腕だ。どうも。包帯は外すんじゃないぞ。分かったな。うん、ああ、分かったよ。じゃあ数日後にまた来てくれ。了解。どうだドック。問題ないです、健康だ。調達要員ですか。うん、すまんな、残念ながら先約があるんだ。また次にしてくれ。うん、なるほど。ウィザード島の魔女か。ああ、気の毒に。頑張れよ。行くぞ。通常であれば士官を魔女と呼ぶ愚行は許さないのだが、一握りの有能な士官は例外にしている。はい、例外にするのは全てのものに役割があるからだ。お前は神を信じるか。考えたことがありません。今こそ考えるべきだな。全ては神の廃材だ。私の役目はこれだ。え？この場所だ。啓示を受けた。旧約聖書に出てくるような壮大な光景を見たわけではないが、ある朝目覚め、神のもたらす災いが降り注ぐ前に、ここがそこだと分かったのだ。クレイターライク、いや、ウィザード島が。私はアーク、つまりはノアの箱舟と呼んでいる。はあ、その、知ってます、多分、誰でも。そうか。だが実際に聖書を読んだ者は驚くほど少ない。ノアの箱舟の話だったら、その創世記だったかと。その通りだ。さて、次はミノリだな。わかりました。ああ、
残念ながらここには大した制服はないんだが、そうだな。確か、ああ、これを、かぶってみろ。サイズは合う。それはもらおう。いや、古い出しからもらったもので。古い友か。それは今時貴重だな。そうですね。いいだろう。だがここでは被るな。そういう決まりだ。本来新入りは兵卒から始めるんだが、今回クーリ隊がお前の仕事ぶりを高く評価していたからな。特別に校長から始めてもらう。おめでとう校長。ありがとうございます。さて早速仕事だ。さて何の話だった。アークの話の途中です大佐。そうアークだ。目に見えているのは一部に過ぎない。その裏には洞窟や風穴が頂上まで続き、全てがつながっている。我々はそこを何千種類もの種子や植物、書籍などで満たそうとしているのだ。この計画が完成すれば、世界が滅びても医学や科学、技術の成果は残る。なるほど。だがこの島は箱舟だけではない。我々の砦、要塞なのだ。この北ゲートにはフリーカーとの戦いに備え軍需品を備蓄している。ライフル、グレネード、マシンガンやロケットランチャーもだ。そしてあらゆる種類の弾薬を製造できる設備もある。ここでは機械の整備を行っている。バイクの修理が必要ならここに来るといい。見ろ、ここでは九州軍の行為によってトラックなどの車両を製造している。敵の大軍をハイウェイから排除できたら道路や橋の再建設を始める。森を焼いてニュートやスオーマーは止められたかもしれないが、ハイウェイの大軍に同じ手は使えないかと。分かっているとも、ゴーチョ。大軍は他とは全く異なる生物のようだ。だが策はちゃんとある。策が？ベンジャミン・フランクリンが言った通り、準備の失敗は失敗の準備だ。我々は準備を怠らない。軍の主戦力はここに駐留し、いつでも動ける。ここでは数百人が寝泊まりしている。お前のように命がけで戦うと誓った者ばかりだ。だが校長には別の仕事がある。それは外で息抜き、銃を扱うよりも高い技能が必要だ。どうだ、やれるか。あ、はい、やってみます。誰かにもう一つトイレを掘ってもらわなきゃ。大軍をどう倒すかと尋ねた。あんたがやって。見せてやろう。どけよ。なんだよ。どうした少尉。ああ大佐か、すみません、アセトンを入れすぎちゃって。ウィーバー少尉は科学エンジニアだ。研究しているのは派手な爆発、敵を倒す方法だ。ああ、そそっち。俺はジェームズ・ウィーバーディーコン・セント・ジョンだ。俺の兵器はすごいぞ。でしょ大佐。セント・ジョン伍長はクーリ隊に入った。外で必要なものがあれば頼むといい。助かるな。欲しいものだらけだ。何作ってるんだ。ナフテン酸とパルミチン酸を混ぜたゲルカ剤だ。ナパームを作ってるのか。おう。あんた詳しいな。ただの勘だ。邪魔したな。ああいつでも。あ大佐、もう少しです。あと少し。そうか。いい知らせだ。次はどこへ。魔女んとこかな。それではな少尉。あ
謝っておくが、うちの士官には変わり者が多くてな。いえ、別に。さて、次で最後だ。ウィーバー少尉の仕事も優れているが、これから見せるものは必ずや我々の勝利の鍵とな。ここだ。これは一体何？何？嫁だ。要求書に書いてあった物資です。これが柔軟剤に見える？いいえ。ラベルを読んでみなさい。有効成分フォルム、出てくる。早く。マッシュ、こんなんじゃいつまで経っても物資が揃わないわ。心配ない。紹介しよう。これはディーコン・セント・ジョン。クーリの部隊に入った新人だ。外での調達には彼を使うといい。これ読んで。え？読むのよ。字は読めるでしょ。有効成分クロロホルム、エーテルピネオール、ベンジルアルコール、酢酸。十分ね。いつから？それは任せよう。あとは頼んだぞ少尉。二人にして。サラ、止まりなさい。サラ、俺はやめて。そんなだって死んだはず。あの時あなたはあなたは死んだのよ。サラ落ち着くんだ。死んだ。大丈夫だ。もういないの。俺はここにいる。待って、ちょっとどうなってるの？あの時あんなに探したのに。あの時死んだと思ってた。違う、キャンプが襲われて。ムーザーと一緒に南に逃げたの。ネロのオブライアンを見つけて、襲撃を受けて誰も逃げられなかったって。もう二度と会えないと思ってた。さあ、なあ、俺とここを出よう。好きなところに行くんだ。待って、ダメ、リーコン、行けない。まさか無理強いされてるのか。違う、あなたは分かってない。これは戦争なの。私たちは必ず勝たなくちゃいけない。戦争なんかする気はない。私には知識がある、役に立てるの。だから一緒にはいけない。ここにいないと。ねえ、あなたもここにいて私を助けて。後で全部終わったらどこへでも行くから。大佐が呼んでるぞ。了解。待ちなさい。アンタッチャブル山崎に出る。これが要求書。頼んだわ。ウィーバー少尉、こちらセントジョン、いるか？少尉、聞こえるか？ウィーバーだ、何か用か？
要求書に水銀って書いてあるんだが、どこで手に入るんだ？ああ、すまない。書いておけばよかったな。新車って鉱物から取れる。ダイヤモンドレイクの北に坑道があるから、そこに行って着いたら連絡してくれ。了解。そうだ、言っとくが、大佐がいないところでは少尉とか呼ぶのはやめてくれないか。堅苦しい。バイクこっちか。バイクの乗った方がいいか。おい、ここへは入れないぞ。セントジョン校長か。はい。入れ。休憩中だ。このハーブティーはウィティカー少尉の手作りでな。お前もどうだ？消化にいいぞ。ああ、遠慮します。作業リストを探してただけで。校長に任務がある。いいか、ある卑劣な集団を追跡してほしい。奴らはあの有能なジャスティン・ノウッド少尉を捕虜に取ったのだ。少尉を奪還するんですね。了解です、大佐。我々の力で世界を取り戻すぞ。下がれ。
セントジョン伍長、ダイヤモンドレイクキャンプまで来てくれ。ああ、了解。よし、終わるか。終わります。失礼します。